サウジアラビアのヒジャーズ地方、メッカにあるカーバ神殿の周りを回る巡礼者たちウムラは、イスラーム教における巡礼の一形態であり、メッカにあるカーバ聖殿を訪れる巡礼のうち、ある特別な時期以外に行われるものを言う。これに対して、その特別な時期に特定の儀式を伴って行うものをハッジという。ハジを大巡礼、ウムラを小巡礼と呼ぶこともある。アラビア語のウムラの原義は人の多い場所を訪れるという意味である。イスラーム法上、常日の小巡礼としてのウムラが有効とみなされるためには、イフラームに入ってカーバを歩いて回るタワーフ及びサファーとマルワの丘を往復するサーイの二つを行う必要がある。陸路で巡礼する場合は、ズール=ハリーファ、アルジュフファ、ザートイルク、カルンル=マナーズイル、ヤラムラム、カルンル=マナーズイなどのミーカートと呼ばれる場所で、イフラームに入らなければならない。空路、または海路で巡礼に出向く場合も、それぞれ決められた場所で、イフラームに入ることになる。ハジは、イスラーム教の五行の一つであり、健康で、経済的に余裕のあるすべてのムスリムに義務付けられているが、ウムラは、行うことが強く推奨されてはいるものの義務ではなく、五行にも含まれない。アラビア語のウムラが本来意味するところは、ある場所、ある人物のところへ行こうとすることだったと説明するウラマーもいるが、より明快であり曖昧でない言葉、訪問することを用いて説明するウラマーもおり、こちらの方が多数説である。ウムラは必ずイフラームの状態で実践されなければならない。この点では、ハッジと同じである。ウムラをするためにイフラームの状態に入るのに適した場所が3カ所あるとされていて、一つはジーラーナ、一つはフダイビーヤ、もう一つはタンイームである。特にタンイームがウムラに適しているとされていて、タンイームにはあるウムラの別名もあるほどである。どちらもイスラーム教における聖地への巡礼であることは同じであり、その違いは、それぞれの重要性と成就に必要な儀式にある。巡礼者が、ハジの時期に、ウムラを行うかどうかにより、以下の2つに区別される。巡礼者は、イブラーヒームと、その2番目の妻ハージャルの生涯、及び世界中のムスリムとの連帯を象徴する一連の儀式を行う。巡礼者は、イフラームの状態で、メッカ近郊に立ち寄り、以下のことを行う。これらの儀式を行うことでウムラが成就し、イフラームから出ることができる。儀式の一部ではないが、多くの巡礼者は、ザムザムの泉の水を飲む。ウムラの儀式は、宗派ごとに幾分異なっている。巡礼のピークは、ハジの期間の前後のほかラマダーン末の10日間である。歴史的には、常にすべてのムスリムが、聖地に立ち入りができたわけではなく、それゆえハジ及び、ウムラが自由に行えたわけでもない。イスラーム教の伝説では、ムハンマドの時代には、偶像崇拝を行う部族がメッカを支配していたため、ムスリムがメッカに赴いてウムラ、またはハッジを行う権利を確保する試みがなされたとされる。イスラーム教の初期には、メッカを支配していた異教徒とメッカで巡礼を行おうとしたムスリムとの間に緊張があったとされている。イスラーム教の伝説では、628年、メディナにいたムハンマドは夢見に基づいて、ウムラの儀式を行おうと信徒らと共に、メッカに赴いたが、現地を支配していた暗い種族に立ち入りを拒まれてしまった。ムハンマドは、ただ巡礼をして、速やかに町を立ち去るだけであると主張したが、暗い種族は受け入れなかった。預言者ムハンマドは、聖なるカーバを尊重して、武力をもってメッカへの入域を果たすことを良しとせず、外交交渉を進めさせた。この結果、フダイビーヤの和議が結ばれ、10年間の和平のほか、翌年から年に3日間だけカーバへの立ち寄りを認めることなどが訳された。このため、この年はムハンマドや、それに付き従った信徒は、ウムラを成就できずに、メディナに帰還することになった。イスラーム教の伝説によれば、翌629年にフダイビーヤの和議に従い、ムハンマドと信徒2000人が最初のウムラを行った。その後、ムハンマドは同年12月にメッカ征服を命じて自らも参加したとされる。メッカ征服後、ムスリムを迫害し、戦ったメッカの住民はムスリムからの報復を恐れていたが、ムハンマドは彼らを許したという。メッカ征服後、殺人やその他の罪を犯したり、和平を破り戦争を起こしたとされるイクリマブン・アビージャ、フル、アブドゥラブン・サードブン・アビーサルフ、ハッバールブン・アスワド、ミクヤース・スバーバ・ライスイー、フワイラス、ブン・ヌカイド、アブドゥッラー・ヒラールと4人の女性の計10人は許され、殺されることはなかった。イスラーム教の預言者ムハンマドは、生涯に4度、移住先のマディーナからメッカに巡礼しようと試みた。最初の1回は、妨害にあって失敗。続く2回目と3回目は巡礼こそ実現させたものの、ムハンマド当人はこれらを不完全なものと捉えた。632年に自分の死が近いことを知ったムハンマドは、4万人とも伝わる信徒を連れて、メッカに4回目の巡礼を行い、その後死去した。こうした経緯から、別離の巡礼あるいは、国別の巡礼と呼ばれるこの時の巡礼の際に、ムハンマドが実行したと伝承される数々の儀礼プロセスの全体が625年にムハンマドに掲示されたムスリムの義務とされる巡礼であると理解された。歴史的にはこのように確立されていった端の具体的な実践儀礼は坂本が解説するところによると次の5つのプロセスを踏む。巡回の儀礼、早掛けの儀礼、アラファートにおける立礼、ミナーにおける投石儀礼、犠牲祭。このうち、巡回の儀礼と早掛けの儀礼はいつ実践しても良いとされ、この部分だけを取り出して行うのがウムラである。ウムラの効用に関しては、前回のウムラから日常生活において犯してしまった罪が、次回のウムラで帳消しになるという趣旨のムハンマドの言葉の伝承が伝わっているが、恥の効用に関しては何も伝わっていない。少なくとも歴史的にはウムラに贖罪の作用があると信じられていたと言える。ありがとうございます。